うございます。相変わらず早いですね。やばいっすね。お、リクさんじゃん。あ、なんか変わってる。そうそう、もう前回から変わってたんですけど。おはようございます。遠くから。お疲れ。何時出てたんですか。ん、何時出てきたんですか。向こう三時。静岡だから。あれ高速の割引使いたくてさ。今日も食べるだろ。え？ソフトクリーム。もう恥ずかさんもあれあれっすね。久保さんも一緒に。あのグリーン牧場多分行くつもりいると思うんすよね。外で食えるからあれ。おはようございます。今日はご一緒の方が、七瀬さんの弟。あ、本当？あ、はじめまして。ええ。車が好きなんです。ああ、じゃあいいじゃん。今日半ズボンじゃねえじゃん。今日半ズボンね。さすがに山田さん。さすがに多分寒いっすよね。天気ももっとっすね。おお、そうそう。怪しいなと思ったけど、やっぱり持ちましたね。さすが。だけど八王子の辺はあれでしたよ。道路濡れてましたよ。どうですか？うん。ドライト変えたって。お。アイラインかい。アイラインつけた。じゃあ。ドライト変えた。え、変えたんすか。あ、たま。あれまだ太いのに変えてないんだ。太いのはしないんですよ。もう小塚さんのについちゃった。いや、また買うかなとか言ってたよ。おはようございます。ついたんすか。え、ついたんすか。ピンはつけてない。多分ちゃんと入ってないのか。ペトルちゃんやろ、この音は。なんか直録の音っすよね。おはようございます。Ha ha ha!
あ、野口さんがあれだ。おはようございます。アリスタバッチリですか。一応何があるか分かんない。
ソフトクリームですか。はい、ソフトクリームじゃないです。違います。全部塗り替えます、フロントも。あ、本当ですか。同じ色で。同じ色で。ピンクとかじゃないですか。しないです。いや、俺もそう、俺も今そう思った。で、見積もり取ったら38万って。38万そんなするんですか。これバンパー全部。あ、全部。あ、なんかこう板車みたいな、なんか七谷連合絶対嫌です。じゃあ行きましょう。次渋川伊香保まで。